こんにちは。元気ですか？相変わらず帝釈峡を目指して走っています。火バゴンが出そうな道を行きます。火バゴンは今どうなったんでしょうかね。一時期は一世風靡しましたけどね。と言うとったらやっと着きました。ちょっと前に来た時とちょっと違ってますね。ここはアベックのライダーとすれ違っちゃったですね。左に駐車場の矢印が出てるんですけどね、まあちょっと通りゃんせと、ここはどうこの細道じゃーと、天神様の細道じゃー、じっと通してくだしゃんせーと、まあずーっと行ってみましょうかね。ちょっと濡れた落ち葉のある、滑ったらちょっと大怪我しそうな、わしのバイクタイヤがもうツルツルでピカピカないよね。もうやばいんでね、転んで「あいたたた」じゃすまんね、こりゃ。そういや保険の見直しをやったね。病気や怪我で入院したら保険金が出るんだけどもね、通院じゃ出んいうのでね、出ないを出るにするとか言うんでね、でまた三大疾病で通院でも出るようにねしたんだよね。なんか駐車場が見えてきたけど、おっちゃんがなんかこっちへ見とるで。これおっとっとおっと、なんかここらなんか向こうへ無料の駐車場があったような気がするんだけどね。以前来た時はこっちに出たけどね、ちょっと曲がるんもちょっと早かったかな。駐車場が500円はちょっと高いよね。まあちょっと寄っただけなんで観光はしませんのでね。まあ平日でも結構客がいるもんですな、こりゃ。なんじゃここへ止めるんかいな、この車は。まあここら辺りの住んどる人は、まあ帝釈峡が観光シーズンになったら人がうようよ来るんで大変よね。ここの右に確か無料駐車場だったけど、なんか有料になってるみたいね、これ。まあもうちょっと走ってみましょうかね。トンネルがあって、まあトンネルズの生でダラダラっちゅうのを見よったですよね。でまあ荻野目洋子のダンシングヒーローとかね、井上陽水物語とかいうのがねあったよね。面白かったよね、あれ。ここを右に行ったらなんか郵便局があるんだけども、まあいいか。後ろから車がもう迫ってくるんでね、ちょっと先を急ぎます。この先は西条町に出るんだ
だろうと思うんだけどね。まあ西城秀樹さんはヒット曲がよくありましたよね。ヤングマンとかね、ギャランドゥとかね、 YMCA とかね、あったよね。でなんかお腹の毛が濃いかったのよね。でお腹の下の毛のことをね、あのなんていうの、彼の曲のギャランドゥと呼ぶようになったんよね。んでまたなんか派手な真っ赤なハイラックスサーフが出てきました。結構飛ばしてるなこれ。わしはね飛ばさんよ、タイヤがもう減っとるしね。まあ飛ばすほど腕もないしね。紅葉はまだこれからいう時かね。これ行った時は11月の初めぐらいだったんだけどね。まだこの日は暖かかったよね。まあ寒さはこれからという感じでしょうかね。電熱ヒーターはまだいらんね。まあジャケットまではいらんけどね。もうだん、まあわしはあのワークマンで防寒ジャケットをこう取るんだけどね。まあ結構コスパがいいんでね、ワークマンは。グローブがちょっと難があるんやね。まあハーレーのあのハンドルバーがねちょっと握りが太いんよね。でからあのバイク用じゃないあの革の薄いものをね使っとるんだよね。まあ真、まあ、冬に乗るときはちょっとそれでも寒いけね、グリップヒーターを全開で使って乗るんだけど、今日はそこまではなかったね。ということで心当たりで、おしまいにしましょうかね。ご安全に。チャンネル登録をお願いします。